にちは、こんばんは、サリノです。ただいま軽井沢駅に来ております。軽井沢は長野県の標高900から1000メートルの場所にある日本を代表する高原リゾート。江戸時代は宿場町、明治時代は外国人向けの避暑地となっていた歴史があります。東京都心からのアクセスもよく、新幹線で簡単に行けるので一年中人気のあるスポットです。今日は軽井沢で1日時間があるということで、弾丸ですが日帰り旅 Vlog を撮っていきたいと思います。まず一番最初に訪れたのは軽井沢ニューアートミュージアム。 JR 軽井沢駅から目抜き通りをまっすぐ8分ほど歩いた先にある透明感たっぷりの美術館。併設のミュージアムショップではアートグッズ、アート関連の書籍などが販売されていました。さすが軽井沢といったおしゃれな美術館で、あ、軽井沢旅行に来たんだってテンションが上がりました。軽井沢旧市街に来ました。すごい、なんかいろいろ食べ歩きできそう。スヌーピーカフェだって、かわいい。あー、あったあった、ここだ。ミッフィー森のベーカリー金沢店。このね、ミッフィーのパンが食べたかったんだ。ありがとうございます。買いました。ミッフィーアンパン315円かなでした。かわいい、食べちゃおうと思います。いただきます。うん、ふわふわ。顔の部分になるとあんこがしっかり入ってました。うん、うわ、あんこ久しぶりに食べた、美味しい。なんか他にも可愛いカフェがたくさんあって気になるところがいっぱいあります。聖パウロカトリック教会に来ました。軽井沢聖パウロカトリック教会、こちらは1935年にイギリス人のワード神父が設立、アメリカ建築学会賞を受賞したアントニン・レーモンドが設計しました。軽井沢の歴史的建造物で、この日はミサが行われていました。地元の方がたくさん集まっていてアットホームな雰囲気。バスまで時間があるので、ここのジェラートを食べたいと思います。初めてです。ありがとうございます。あ、美味しいですね。そしたら味ダブルでお願いしたくて、すごい迷ったけど1番人気と2番人気にしちゃいました。しそう、いただきます。あ、すごい皮の存在感がめっちゃ美味しい。すごい皮と果肉の存在感があるから、ケーキとかしっかりなんかスイーツ食べてるみたい。ジェラートじゃないみたいです、いい意味で。うん、こっちはこっちでさっぱり美味しい。わあ、すごいね、後味がすっきりで真夏にぴったりです。さすが期間限定って感じ。美味しい。いやでもね、すごいたくさん持ってくれてるからどんどん食べないと溶けちゃうんで、ちょっとゆっくりいただきます。着きました。こちらは石の教会内村鑑三記念堂。ホテルブレストンコートに隣接する、名前の通り石でできたオリジナリティの強い個性的な教会です。無教会主義を唱えた文学者にしてキリスト教思想家の内村鑑三の記念館。石が連なるその見た目はすごく特徴的で、この日は結婚式が行われていたので近くまで行くことはできなかったんですが、それでも存在感がありました。春にれテラスに着きました。
自生していた100本を超える春にれの間を縫うように清流に寄り添って連なる9棟の建物をウッドデッキでつないだ小さな町です。いや、なんかもうここだけさ、物語の中みたいじゃない。新緑の香りもすごく気持ちよくて、まあ多少は混んでるけど、この辺りでお昼ご飯を食べるのも素敵かも。コーヒー買っちゃいました。もうすぐそこには川が流れてて意外と涼しいです。美味しい。いや、本当はお昼を食べてもいいかなって思ってたんですけど、思いのほかステーキとかカレーとかがっつり系のものが多くて、ちょっとね胃が疲れてるので、なんかお蕎麦とかさっぱり系のが食べれたらなって思うんですけど、ここにはなさそうなので、もうね温泉に行っちゃおうかなと思ってます。あー、もうこういうのを飲みながら自然の中を歩くだけでもすごく気持ちが良さそうです。森の中の道を通って向かったのが星野温泉トンボの湯。1915年の開湯以来、避暑地軽井沢の名湯として愛され続ける源泉かけ流しの立ち寄り湯。美肌の湯とも言われているらしく、かなり楽しみにしてきたんですけど、実際入ってみたら本当にスベスベになってテンションが上がりました。まあ、ここからねすっぴんになってしまうので顔はもう映さないんですけど、いやー、こうやってねちょっとお日様が出てる間からすっぴんになれる、これも一人旅の良さかもしれません。タオルとか全部借りれて1700円でした。で、この小さいタオルはサウナで使うようだそうです。こっちは無料なんだとか。ということで日帰り温泉行ってきます。最後に向かったのはツルトンタン。こちら軽井沢店は軽井沢限定のメニューが豊富。いや、何よりお店の前にパフェやうどんなどのすごく可愛い模型がたくさんあって、ちょっと暑さにやられていた私は冷たいおうどんが食べたくて食べたくて仕方がなくなっていました。さらにツルトンタン初のリゾート型店舗ということで、個室やバーカウンター、バーベキューエリア、ペット利用可能なテラス席などなど、お席の種類が豊富なのも魅力の一つでした。すっぴんだったので皮隠しちゃうんですけど、もうこのおうどんすごく美味しくて、軽井沢周辺で採れたお野菜もゴロゴロと入っているし、食べ応えもバッチリなのにスルスルとお腹に入っていくので、なんだか体が喜ぶ味のおうどんでした。こんな感じで軽井沢弾丸日帰りで楽しんできました。お仕事で軽井沢に来たんですけど、こんな風に軽井沢の魅力もがっつり楽しむことができて大満足です。食べてばっかりになっちゃったけど、それでもいいって思えるぐらいどれも美味しくて幸せでした。あとやっぱり動画編集してて改めて思うけど、軽井沢の新緑ってなんだかすごく綺麗よね。画面が眩しくて、またすぐ行きたいなって思っちゃいました。少しでも軽井沢の雰囲気を一緒に楽しめたっていう方は、グッドボタンやコメントなどで反応をもらえると励みになります。このチャンネルは旅が大好きすぎて1年の半分以上旅暮らしをしている私の一人旅チャンネルです。今後も旅の Vlog やホテルのレビュー、お得に旅する情報を上げていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。